パリ五輪日本代表の帰国時記者会見が14日、都内で行われ、66人のメダリストが出席した。スケートボード男子ストリートで連覇を達成した堀米優と、三井住友 DS アセットマネジメントが参加。この3年年間死ぬ気でやってきてよかった、と金メダルの喜びを口にした。スケートボードを始めた時は五輪もなく少しずつ五輪が見えてきてチャンスも出てきた。 自分がスケートボードを好きになった部分はストリートのカルチャーが強い。でもスポーツ選手として頑張らないと勝てない世界なので、そこは切り替えてこれからも頑張りたいと東京五輪以降は五輪だけに焦点を当てることが難しかったと振り返った。現在は米国を拠点としている。4年後のロサンゼルス五輪は、ホーム、となり、3連覇への意欲も覗かせた。 小さい頃はアメリカでプロになることだけを夢見て全てをかけてやってきた。そんな場所、での五輪、が4年後にあるので、まずは五輪選手に入れるようにして3連覇を狙いたいと先を見据えた。